エポエポです。すごいララからのスタート。ちょっとね、この血なのかな、ね、洗い流してあげたいですけども、これガスっぽいの充満してくる、大丈夫かなって。なんだか今日より下が回ってないっていうね。仲間かな。ひどすぎる。助けるのかな、さっきの人。弓がない。あれ、あ、なんもない、銃もない。そうだ、取られちゃったんだ。やばい、いろいろやばい。ないね。あ、気持ち悪い。いる誰か。捕らえられてる人ですかね。ちょっとね、おかしくなっちゃってるんですかね。ちょいちょいできるかな。できない。あった、弓。またね、多分火をつけて。でもさ、すいません、フラフラしちゃう。え、なんだろう、こっちちょっと気になりますね。ちょいできない。なんもない。あれれれれ、あれ、ほんとここ何なんでしょうね。なんか怪しいな。あ、ショットガンないし。なんかね、足音が聞こえる気がする。気のせい？あれかな、そこの、そこを火で燃やして。違う？どっちだろう。だいたい真ん中狙いますか。ん？こういうことじゃないの？回せる？あ、回せる。あ、おっと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 。で、ボーンかな。オッケー、オッケー。
取った。あ、あるある。If it's loose, let's just leave it for the next ship. Hey, don't take it. まあ、銃には勝てない。やばい、よし。死んでしまいました。死んでしまいましたね。おー、銃内の不便。すぐ隠れるように。外すしね。ない、弓ない、弓ない、弓。やばい、やばい。ちょっとないよ弓。どうしようもないんですけど。やばい、やばいよ、やばい。どうしたらいいの？どうしたらいいの？やめて。ちょっと戻ろう。ちょっと戻ろう。どうしよう、どうしよう。あっ、もう走る？わかんない。お、あ、あ、なんだ今。今ね、めちゃめちゃ押してましたボタン。とりあえずピッケルかなみたいな。今ある？あ、あるある。ちょっと無駄にしないようにいかないと。あ、ちょっと待って、こっち、こっち行ける。あるし、海。あ、こっち見えなかったな。あ、見えなかった。もうね、銃には勝てない。ごめん、結構いる。危ない、危ない、危ない。まだあるかな、意味ある。おお、ごめん、ダメ、あ、ダメだ。おお、どうしよう。こんなところにいろいろある。あれかな、隠れて。隠れてさ、あ、ライト、ライト狙おう、ライト。あ、やんなきゃよかった。暗闇で行けたりしないのこれ。だってさ、絶対無理じゃん。Get over here! やばい、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 やばい。やっぱね、やっぱダメですね。
やらないと。違う、無駄にしたし。If it's loose, let's just leave it for the next ship. Hey, don't take too long down there. Wait, wait, wait. Yeah. What if the unholy ones figure out how to ignite that ship? Damn it! Help me out here! Intruder in the catacombs! もう一発。ちょっとすいません、確実にやっていきたい、確実にやっていきたい。もう一発。三角。ダメじゃん、ダメじゃん、ダメじゃん、もう一発、もう一発。殴るのかピッケルかなんか分からないんですけど、これ一発で倒せるわけじゃないの？あれかな、スキルかな。でも銃頼む、早く銃欲しい。あー、もうすでに時間がすでに時間が結構経ってしまいました。あれ消した方がいいね。っていうかもう誰もいないかな。今さらでしょうかね、いろいろ。アリシア、またガスがね。なんだろうこれ。いけるかな。あ、いけた。ん？あ、またなんか謎解き的なぽいな。あれ？でもここで いけない。あ、いけないね。あ、またそうですか、謎解くんですか。え、あ、よかった、キャンプ。よかった。いや、全然進みませんね、すいません。本当に銃がないとで、そればっかりですね。ちょっとね、ここの謎はまた次回次回解こうと思います。でもね、ボンとさせてこの四角いのを下に落っことすのかな。でそれ使って上に上がるのかな、上がるのかな。多分ね違うので。あ、なかった。
looks to be early 18th century. また扇ですね。 I remember black silk fans were used when conducting funeral rites for nobles. うん。あ、ジオキャッシュじゃなくてサルベージ。いろいろ忘れてますね、また。あ、でもほら、なら綺麗になってる。いつの間にか血は落ちてますね。はい、次も頑張ります。エポエポでした。